人生書き色のエンジョイゲームタイム。電車でゴー。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトは電車でゴー2になります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。前回はですね、このこれですね、大阪環状線をプレイしてクリアいたしましたので、次は今回はこの京浜東北線をやっていきたいと思います。京浜東北線は前作でも一応プレイしましたね、確か。お、聞いたことあるこの曲、乗ったことあるぞこれ。これ田町って快速か。出発進行。あー、ということはこれあれですね、通過駅のイベントがあるんじゃないですか。前の秋田新幹線みたいに怖えな。隣山手線ですね、うん、あー、なんかいろいろ列車がいて大変だな、忙しいなこれ。間に合う？間に合わない？間に合ったらよし。まさか50と思わなかったな。いきなりびっくりするわー。もうゼロ九八七六五四三ゼロ九八七六五三二一。抜けたー！7m抜けたー！アウトー。お、聞いたことあるぞこれも。いや、いいっすね。1番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。はい、お知らせ灯出てね。よし、出発。やべえな、60っすか。で、通過駅ね、あるんでね。通過か、田町から東京に。田町から東京って結構長いっすね。お、やった、ラッキー。解除ね。やっぱ快速ってやっぱ怖いっすね。場内進行。通過の通過でしょ。出発進行。やっぱりね、通過で取られるな、やっぱり。絶対間に合わねえよ、これ。出発進行。やっぱり、終わったー。やり直しー。ドンマイ。よかった、やり直しだ。よし。さあ、もう一度頑張りまーす。進行。これでちょうどに行けって無理な、またえらい無理難題ですよね、考えたら。余裕だ、いける。5秒ぐらいいけるんじゃないの。よし、まだっすか、解除まだっすか。制限解除。よし、はい、解除。次も通過っすね。まあ、怖いから70キロぐらいいいかな。多分このぐらいいってりゃ。よしよし、いいよいいよ。あ、ダメだ、全然足りない。これだいぶ厳しいっすね。
けるかな。結構ダイヤは厳しい。いつもの安定のやつダメでした、すいません。やっぱ快速って難しいです。頑張れ。さあ気を取りまして、秋葉原神田だけ通過なんですね。はい、閉まって閉まって出発進行。いや、 やっぱり駅のやっぱり音楽がいいですね。メロディー流れるのは嬉しいですね。80ぐらい。やばい、ちょっと漏れこぼれるかも。いけた、よし、定通やったぜ。定通、3 2 1 0 9 8 7 5 4 3 2 1 0。ちょっとこぼれたやっぱり残り時間が厳しいっすね。この辺来るとなかなか余裕がない。ダメか、上野っすね。はい、あれ秋葉原こんなだったかな。1番線発車します、ドアが閉まりますからご注意ください。散々乗ったけど覚えてないな。はい、出発進行。まあこのゲームやってるときね、作れた時代の時はまだ東京行ってないんでね、ほとんどまだ多分東京行ってない時ですね。勝ち待ち通過、これはもう全速で行くしかないな。場内進行進行、ここはちょっと余裕というか一気に行かないと。出発進行、よし、いけた。場内進行、いや厳しいな、定通で行かないとくれないんだ。止まらない、止まらないよこれ、多分無理だ。あー完全に行った、久々50m ATS 行ったあーなんかつらいはい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした、ありがとうございました。いかがだったでしょうか、京浜東北線の快速ですね。やっぱ快速は難しいですね、スピードを上げなければいけない関係上、その通過駅のね時間合わせもあり、しかもその間に結構ね速度制限なんかもあったりして、やっぱり難易度がだんだん上がってきてるなっていうのを実感しております。これ大丈夫かな、これ中級でしょこれで。だってこの後まだ上級となんか特急なんていうわけわかんないあの難易度もあるんでしょ。いやー気が重たいなー。まあけどね、チャレンジしてまいりますよ。どんなにしょうもない成績になっても一気に最後までやりきりますんでね、よろしくご覧になってください。このシリーズそして PS1 のソフトにおきましてもね、様々なソフトにチャレンジしてきますので、よろしければコメントや高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした、ありがとうございました。
このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。